いい感じですね。いい感じですね。ただいまより投票受付を開始します。春の小馬山戦の勢力図を展望する一戦であります。天皇賞へ古豪が始動。まずまず揃って飛び出しました。先行するのは何か。バンドリリブリアが行く構え。そのうち3番ミッドナイトベッド、そしてその外に12番マウンテンストーン、そのうちからは5番サンデーブランチ、外を通りましてサンデーカイザー、それから AMO 嵐、ファイナルブリッジ、それからもう一頭9番大隅タイクーン、その外に10番石野サンデー。第一コーナー右にカーブを取って第二コーナー、それから片野アハハハスターレセプション、外を通って2番名称ヨシエ。もう一度整理しましょうか。参ります。先頭行くのは7番バンドリリブリア、外からはミッドナイトベッド、バンドリリブリアが大きくリード。外からはミッドナイトベッド、サンデーカイザーが2番手。先頭は7番バンドリリブリア、マイネルブリッジが襲いかかる。ここで一気にマイネルブリッジだ。マイネルブリッジ1着、サンデーカイザー名称ヨシエ、この2着は際どいが次は頑張りましょう。一
2着、双葉。お待たせしました。クエストを達成しました。何かご用でしょうか。いい感じですね。馬体はいい感じですね。何かご用でしょうか。気合い十分ですね。馬体はいい感じですね。Thank you.
いいですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。この子ならいけます。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。クイーンステークス 1800m、 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。先頭に立ったのは8番君のパラダイス、大方の予想通りであります。そして1番人気のマックスキャンドゥ、うまくいっているんではないでしょうか。ファーストソニア、これと一緒に渚第2コーナーに向かいます。ジット1番プロモーション、外を通って4番グレースアドマイヤ、その後ろでやりましょうか。シナイル、その外にバルブライト、刀アハハハ、内を通りまして3番ラチール、もう一度前の方であります。今騒然としています。マックスキャンドゥは2番手、このまま抜け出すか。さあ抜けました、バルブライト。さあ抜けました、バルブライト。海のパラダイスが2番手9番バルブライト、抜けた抜けたバルブライト、これはもう楽勝です。1着バルブライト、2着プロモーション。次は頑張りましょう。1着9番、2着1番。レースを終えた馬が戻ってきました。
仕上がりです。いい仕上がりです。気合十分ですね。いい感じですね。気合十分ですね。嬉しそうですね。馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。期待できそう。いい感じですね。いいですね。嬉しそうですね。期待できそう。いい感じですね。レースがあります。いいですね。いい感じですね。3番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。女王の杯をかけたサラブレッド牝馬の熱き戦い、エリザベス女王杯のスタートです。エリザベス女王杯12頭スタートを切りました。2番グレースアドマイヤがちょっと立ち遅れ、典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。ランフォザドリームが行く構え。8番エアグルーヴが追いかけます。10番ビワグッドラック、そのうち5番エリマエクセル、12頭が第1コーナーに向かいます。その後ろ3馬身くらいあってメジロドーベル、その外からは6番笑顔を見せて、7番メジロランバダ、カタノアハハハ、外を通ってファルブライト、ナリタルナパーク、ラティールが並んでいっています。この辺りちょっと離れている2番グレースアドマイヤ、さあもう一度前の方に戻ってまいります。外を通ってエアグルーヴ、先頭に並ぼうという構え。エアグルーヴ一気に抜けた、内からランフォザドリーム、エアグルーヴが抜け出した。メジロドーベルが2番手、メジロドーベルが差を詰めてくる。先頭は8番エアグルーヴ、メジロドーベルかわして先頭に立った。レースを終えた馬が戻ってきました。
いですね。馬体はいい感じですね。何かご用でしょうか。元気いっぱいですね。嬉しそうですね。今週はレースがあります。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。この子ならいけます。ただいまより投票受付を開始します。ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。さあ飛び出した12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。どうしても花を切りたい。11番レオ流鵬、やはり行きました。キングヘイローがその後ろ、その外、ペイエムトップダウン。そして4番手に東証オリオン。6番ブラボーグリーン、ブリリアントロード。それからもう1頭7番スノーボンバー、マウンテンストーンが並んでいます。1番ライタクサージャン、それからもう1頭ナイワテキサス、そしてその後ろからカタナーハハハ、ここにいたボールドエンペラー。今日は最後尾から。もう一度前、中京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。ピンクの帽子レオ流鵬が先頭、11番レオ流鵬がまだ粘っている。内からはキングヘイローが来ている。2番手にキングヘイロー、レオ流鵬が抜け出した。キングヘイローが襲いかかる。先頭エダとレオ流鵬、ダイワテキサスかわして先頭に立った。さあ抜けました。ダイワテキサス、ダイワテキサス先頭1着、ダイワテキサス2着は惜しかったですね。1着、4番、2着。レースを終えた馬が戻ってきました。いい感じですね。ちょっと戻しきれませんでしたね。何かご用でしょうか。